野菜は貯めろ。バンバン使っていけ。どっちが正解？に対するみんなの反応。野菜は貯めろって有識者と、バンバン使っていけっていう有識者の両方がおるんよな。総合料理ポイントで上昇する分、重なった時に上位料理を作れない可能性、余る可能性、この辺をどうやって天秤にかけるかだな。自称攻略税様はもちろん計算してるんだろうけど、計算式一向に見えてこないから困るんよな。序盤はガンガン使え。Y は2000止めやな。2500まで行くとクラシック初動鈍くならん。序盤はもうかすみたいな練習でも使いまくろう。2000くらいまで。2000で止めると野菜廃棄しまくるので使う派。未だに分かってないし、分からないまま終わると思う。1万2000超えたらサンドイッチかカレーいっぱい作った方がお得ってのは最近覚えた。1万2000超えたらそうなの？次はやってみるか。大成功が確定になるからヒントもらえるってだけやけど、プレート作れなくなるとかならやめた方がいいで。調子乗ってカレー食ってるとニンニク足りなくなるんよな。細かいことは考えてもないから本育成でも足りるならワイはやってるけど。ラスト数ターンは在庫微調整で安いの食べるけど、基本は一番高いやつばっかり食べてる。合宿以降に良いトレ引いて料理作って G1 プレート作れんのはあるある。よっぽど余ってたらお料理するな。通過しないと捨てたらんのだ。合宿明けにいいパワレンがあったから料理して踏んでニンニク足りなくなるまん。サポか、因子、やり方、ノルマといろいろあるけど、結局何をとってもその時の運が一番重要なゲーム。強い馬娘作りたければ何度もリトライを重ねるしかない。運ゲーと言われればそれまでだが、どのゲームも運要素あっての面白さだからね。まあ結局は自分で考えろってことで。いやこのシナリオは料理作るタイミングゲーだから、雰囲気で料理作ってたら肝心の上振れの時に野菜枯渇して上振れそのものが消えるぞ。ガンガン使えは何も考えずに使え、という意味ではないのだけは確か。ガンガン使ってガンガン貯める、が正解だよね。ガンガン使いながらラスト G1 プレート6回分は残せだからね。最終的にファイナルズ時点で全野菜308個以上、ニンニクのみ350個以上ぐらいあれば OK。スピード、根性を踏む場合はニンジンと唐辛子はもう少し減らしていいけど。URA 準決勝までニンニク来ないと泣く泣く畑レベルを上げてる。理事長修正されたあたりで、レベル3に上げないと溢れるって言われてなかったっけ。レベル3に上げるとレベル5が一つ減って、G1 プレートの効果が落ちる。レベル2でフル在庫スタートでも足りないので、影響の少ないレース一つ分他の料理で代用する。URA 途中でレベル上げする。レースで引くのをお祈りする。このあたりの条件からレベル2で URA に入る場合、ニンニクを380以上確保。URA 準決勝までにニンニクが来なかったらレベル3に上げる。URA 準決勝までにニンニクが来たらレベル2のまま他の畑をレベル5へ上げる。これが理想的な動きになるはず、なかなかうまくはいかないけどね。ニンニク温存のために G1 プレート外すのは論外だわ。URA 予選でニンニクだとレベル2のままで、それ以外ならレベル3にしてるわ。準決と決勝前のトレで友情踏む前提で、一応準決でニンニクなら届くけど待つ気はない。畑レベル3で在庫370、レベル4で330が最低ラインやろ？練習踏んで増える分考慮してもニンニク350は爆地すぎる。適当言うたらあかんよ。寝ぼけた頭で逆算間違ってニンニク5個足りないをやらかしたのが Y です。臨機応変なんやろうけど、そこのさじ加減がまだようわからんわ。理想は友情プラストレコを持ちサポ2人以上くらいで使えると強いんだけどね。余らせると無駄になるから使用後にまだ料理1回分余る計算なら友情のみでも使う。終盤は余らせない意識の方が大事だから、G1 プレート最低ライン残してガンガン使う。合宿前と G1 プレート解禁前の4から6ターンは貯めてくスタイル。若干ではあるけど、7月に料理のボーナス値が上がるから合宿直前は貯めた方が良い。伸び率の良い合宿で使う分と G1 プレート6回分を確保できるなら、それ以外はバンバン作れ。
友情が偏ると後半で腐る野菜もあるから困る。最初は絆揚げもあるからガンガン使うけど、後半は考えないといけない。12000行く前でも貝料理は調整でガンガン使ってけ。特によくニンニク余らせてるって人は思いっきり損してる。もっと野菜カレー食べろ。遠慮すると余ったりするからさじ加減が難しいね。目標レースで偏ったりもするし。最初は12000ポイントまでどんどん料理作ってけだったけど、クラシックからはうまいトレの時に使って、友情トレでも一人とかは踏むだけにしたり、スピ料理は大体野菜カレーとサンドイッチでいいかなと思ってたり。12000届くまでは片っ端から作りまくる。12000届いたら G1 プレート6回無理なく作れるようにギリギリまで攻める。野菜なんて貯めて余らせより使う方がいい。6回食べるためにシニア終わりくらいのうまうま練習に料理ケチるのは本末転倒だから、最低練習3回ラスト1回の4食分のプレート用意できればいい。予選の G1 プレートは言うほどのうまみないからギリギリを攻めてもそこまで困らないんだよな。最低4回使えればいい。ニンニクを早めに揚げるようにした。上振れ狙いなら5、3、5、5、5いってなんぼなわけだし。なおそもそも上振れん模様。というか野菜の心配より、光るかどうかの心配した方がいい。そっちの方が影響でかいです。4ターン連続で光らないとやめたくなる。自力ではどうしようもない要素だからねー。なのにハードルも高いし、どの行動も光らなかったら理事長とお出かけ。クラシック期前半で理事長使い切ってしまうのが日常茶飯事だわ。人参とジャガイモの2つは何も考えずガンガン使うと他の料理が作れなくなって困る。唐辛子とイチゴは基本的にそれぞれの料理でしか使わないのでそこまで気にしなくてよい。初期料理って効果低いからあんまり作りたくないのよね。2000あれば大抵絆は溜まってるし、料理ポイントボーナスも考えるとそこまでで十分。URA の最初のレースは G1 プレート使う意義は薄いから、偏ったところの250料理で処理してるな。それだとあんまり頭使わずに進められるし。それやるとニンニク畑2度目で最後までいけるので楽なのよな。ぶっちゃけサンドイッチやカレーで調整してると偏った野菜がそもそもなかったりするし、偏った野菜はあってもサブで消費される80がきつい。ラスト6ターンで各野菜が最低300個あればいいので、安定なら12月後半に各野菜300個用意しておく。キャンブルなら足りない野菜踏めることを祈ってレースでもアイス食べたりマーボ食べたりする。最後の30個分の野菜は使えないから計算に入れない方がいいぞ。最低は330個ね。ウマ娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。